オラフ・ペーテルソンは宗教改革の普及のためにスウェーデン王国で活躍した進学者である。別名、オラブズ・ペーテルソン、オラウス・ペトリ。1519年にビッテンベルクでマルティン・ルターに支持し、宗教改革の進学を学んだ後に留学を終えてスウェーデンに帰国したペーテルソンは兄弟のラルス・ペーテルソンと共にルターの進学の普及に努めた。ほどなく、 大出寺のラルス・アンデルソンを仲間にし、1524年には、スウェーデン・オーグスタフ・イッセイも、ペーテルソンらの運動に好意を示すようになった。そして、アンデルソンは、国王の大法官に、ラルス・ペーテルソンは、ウプサラ大学進学教授に就任した。1524年12月27日には、オラフ・ペーテルソンと、カトリック代表、ペトルスガレトの間に論争が行われ、 ペーテルソン側が勝利した。これは王室財政の逼迫により、教会財産の没収を計画していたグスタフ王の指示によった。1531年にはラルス・ペーテルソンがウプサラ大司教に任命された。下級聖職者はほとんどが宗教改革を受け入れて地位を保った。こうした動きが現在のスウェーデン国教会へとつながっている。ありがとうございます。